関係者として入れない、入れんな、関係者としては。関係者として入れないってコメントで思い出したけど、ちなみに昨日ポケ仮面から NHK ホールで今度、あ、 NHK ホールでイベントあるんですけどゲスト入れたいんで平田さん来てくれませんかって LINE 来た。そういや、まだ返事してない。今まで俺誘われたこと一回もねえのに、なんか俺誘われたんやけど、チョコラビのイベント急に。行ってやれよ。なんか9月にあるらしいんだけど、一応今のところ行こうかなって思っとる。9月暇そうやし。余ってるってこと？余ってるとかより、なんかやっぱちょっと関係者席埋めてんじゃない？え、集客のためなんかな。聞こ、じゃあ俺今度。結局じゃあ集客でしょ。それか、NHK ホールで俺もうライブするようになってるけど、いつまでちっちゃいライブハウスでおめえやってんの？の煽りかも。ワンチャン。他の俺メンバー知らんけえな。あと、ポケ仮面と、マイタケと、フェニクロと、あとの2人知らんのよな、俺。この3人は知ってる。この3人だったら同じ、あれだろ？ファミリアやろ？あ、カニちゃん？カニちゃん聞いたことある。カニちゃんもか。カニちゃん。ユペ聞いたことある。あ、サクラ聞いたことある。あ、じゃあもう全員知っとるわ。じゃあ。全員知っとる。さくら可愛いから兄貴好きかも。別に可愛い系好きとかじゃないよ。可愛いから好きとかはない。いや、なんかおめえらほんまになんかそういうの未だに好きよな。そういうなんか可愛いみたいなグループとか。やめたらもう。さくらくん顔。じゃあイベントも行くし、ちょっと見てやるか。じゃあ、あ、こいつクソかっこいいやん。クソかっこいいやん、こいつだる、マジで。めっちゃかっこいいやんけ。めっちゃかわいいし。さくらくんはガチイケメン。だる。けどアグ殴ったら死ぬっしょ。身長低いくらいしか欠点ない。あ、じゃあ殺せるわ、普通に。筋トレしとるし、俺。さくらくんがメンチ化してた時、チェキ取ったことあるけど、普通にかっこよかった。ああ、もう取られた。ああ。カブトムシ、クワガタ。心霊スポット全部頑張ったのに。さくらくん、かっこいいことを知らしめる枠になってしまった。ああ。見せん方がよかった。全部無駄。意味がなかった。さくらくん160ぐらいだったから平田の勝ちだぞ。いや、ちゃうんよな。あの顔で160センチは可愛いんよ。あの顔で160センチはプラスなんよ、逆に。分かっとるから俺は。40くらいで巻き返せるぞ。あと10年後勝負な。じゃあ今はそっちの方が可愛いかもしれんけど、これ10年後勝負な。今は可愛いの負け認めてやるわ。 NHK ホールすげえな。あと10年後挑むわ。バロうまかったらどうする？え、それも敬語でしょ。バロうまいやつが一番人権あるからな、俺の中で今。 NHK ホールか、行こうかな。けどこれで行こうかなって言ったら、平田くん来るんだったら興味ないけど行ってみようかなって言って、女が行って、やっぱ現場でそういう人ら見たら好きになるやん。平田くん好きだったけどこの人の方が可愛いから好きってなってお金落とすようになるから、女の子一人幸せな方向から不幸な方に持っていくから、じゃあ俺行かない。危な、俺行かんわ。明言する、行かん俺。お前ら幸せになってほしいから。